セントアンドルーズ大学は、イギリススコットランドの東海岸セントアンドルーズ市に、所在する大学。1413年創立。スコットランド最初の大学であり、英語圏全体でも3番目に設立年代が古い。その長い歴史から、アンシャン・ユニバシティの一校に数えられる。イギリスの研究型小規模大学が所属する1994グループ加盟校。 2019年度のサンデータイムズガーディアンが見による前衛大学ランキングでは第3位となっている。セントアンドルーズがスコットランドにおけるキリスト教の巡礼地であったことから中世にはジョン・ノックスをはじめとして多くの宗教指導者がセントアンドルーズ大学で学んだ。この伝統は自然進学講座技法の講義に引き継がれ1888年以来 エドワード・ケアードなどの哲学者やベルナー・ハイゼンベルクなどの科学者による講演が行われている。セント・アンドルーズ大学は卒業生、関係者、教員からノーベル賞受賞者5名を輩出している。1410年、セイアウグスチの修道会のセント・アンドルーズ大聖堂により設立され講義を開始。1413年、 ベネディクトゥス13世の教皇直書により正式に開学する。同時期にセントアンドルーズが大使教座に指定されたのと相まって急速に発展した。現在のキャンパスも設立当時と同じ場所にあり、中世の面影を色濃く残す。2013年、セントアンドルーズ大学は創立600周年を迎える。この節目を前に大学は大々的なキャンペーンを行っており、 セントアンドルーズ大学の卒業生である、ケンブリッジ公爵、ウィリアム王子とその妻キャサリンが主要な役割を果たしている。この600周年キャンペーンには、ビル・クリントン元アメリカ合衆国大統領や、俳優のショーン・コネリーも、祝福のメッセージを寄せている。美術史、生物学、医学、科学、古典学、コンピューター科学、進学、経済、金融、英語、 英語教育、地理学、歴史学、国際関係、経営学、数学、統計、言語学、哲学、人類学、物理、天文、心理学の各学部があり、外国人留学生のための35週間の大学予備課程も併設する。学部は、ユナイテッドカレッジ、セントメアリーカレッジとセントレオナルドカレッジに分かれており、ユナイテッドカレッジは、 文系と理系、セントメアリーカレッジは進学、セントレオナルドカレッジは陰性と分かれている。スコットランドの大学ではあるが、3割近くがイングランド出身の学生で占められているため、スコットランド、エス・イングリッシュ・ユニバーシティと揶揄されることもある。また、イギリス国外からの留学生が占める割合も3割に達し、100カ国を超える国々からの学生が集う。 国際色の強いキャンパスであることも特色である。1776年のアメリカ独立宣言の署名者のうち数名がセントアンドルーズ大学卒業者であったことからアメリカ合衆国との関係が特に強く学部生の15%がアメリカ人留学生である。学部生の出身校については公立学校以外の教育機関の出身者が4割と高い比率になっている。 卒業生は産業界でも活躍しており、ウォーリック大学のザインスティチュート・オブ・エンプロイメント・リサーチの研究発表によると、大学の学生数の規模との対比で、イギリスを代表する企業群であるフッチー100社に最も高い割合でディレクターを輩出している。セント・アンドルーズにはゴルフの聖地と称され、5年に一度全英オープンが開催されるゴルフコースオールドコースがある。 多くのゴルフコースが大学キャンパスに隣接しており、学生は格安な料金でゴルフのプレーを楽しむことができる。大学図書館リサーチアセスメントエクササイズは数年に一度イギリス政府が学術機関に対して行う研究成果の公的な調査及び査定である。イギリスの学術機関で行われている研究を67分野に分け、各分野の専門家が お互いの研究成果を査定する。イギリス政府はその結果に基づいて国内の学術機関への資金配分を決める。来はこれまで1992年、1996年、2001年、2008年、2014年の5回実施されている。最新の来によると総合ランキングでセントアンドルーズ大学は第19位であった。研究の 約31%が世界最高水準だと査定された。また、研究の81%は世界を主導している、または国際的に卓越している、98%は国際的に認知されていると評価されている。最新の来の結果を分野別に見ると、古典学で前衛2位、物理学で前衛3位、他には美術史、地理学、 哲学が前衛上位5位にランクインしている。大学の中にはイギリスでは新聞各紙が独自の視点に基づいた大学ランキングを発表している。英国では分野別で大学が評価されることと毎年各大学、各分野の順位が変動することに注意したい。インデペンデント紙が編纂したザ・コンプリート・ユニバーシティ・ガイドによるとセント・アンドルーズ大学は総合ランキングで 全英第3位となっている。ガーディアン紙が発表するガーディアンユニバーシティリーグテーブルによると、オックスフォード大学を抜いて、総合2位となっている。分野別では、政治学で第1位、物理学で第1位、経済学で第1位、美術史で第1位、人類学で第2位、神学、宗教学で第2位、数学で第3位、哲学で 第3位、歴史学で第4位、など、伝統的な学問分野で際立って高い評価を受けている。サンデータイムズがミノザ、サンデータイムズユニバーシティガイド2019年度版によると、総合3位となっている。タイムズハイアーエデュケーションが2019年に発表した世界大学ラインキングにおいて、世界で総合165位、イギリスで第24位であった。 分野別では人文系統で世界で第54位にランクされている。なお QS ワールドユニバーシティランキングでは第97位であった。1年生はベイハーンと2年生はセミベイハーンと3年生はターション、4年生はマジストランと呼ばれる。伝統の赤画運学生は大学のセレモニーの際にキリストの血を象徴していると言われる赤い画運を 着用し、陰性は、学士卒業の際の大学のガウンを着用することが、進められているが、セントアンドルーズ大学の修士ガウンを着用するものも、多い。しかし、2013年に、開校600年のプログラムの一環として、陰性には、他大学の卒業時のガウンを着用することを引き続き、進めているが、ガウンがない大学出身者等が着用する、陰性専用のガウンが制定され、 学士保持者が修士ガウンを着用するという矛盾はなくなった。が、セントアンドルーズ大学で修士号を得た学生が、そのまま大学院に進む場合、当然のことながら、卒業式の際のガウンを着用することとなっている。ちなみに、ほとんどの学部生が赤いガウンを着用するのに対して、進学部だけは黒いガウンを着用することが規定されており、 進学部の学部生が赤いガウンを着用することはない。これは、過去、進学部で学ぶことができたのは、科目は特に規定はないが、学士、あるいは、修士の称号を持つ学生しか受け入れず、事実上進学部は、大学院であったことから、学部生は伝統を引き継ぎ、セントメアリーカレッジ専用の黒いガウンを身につける、ことが規定されており、 進学部以外の学生が黒いガウンを身につけることは許可されていない。ただし例外として学生会の委員たち、大学から認可されたクラブの部長と副部長はクラブ専用のガウンがある場合、一般学生が着用する赤いガウンや黒いガウンを着用しなくても問題ない。新学部は伝統を重んじるため、新学学士の方が新学修士よりも上位の学位と規定されている。 理由は、進学修士課程は高校を終えた学生が直接、進学部に入れるのに対して、進学学士課程は伝統的に科目は問わないが、学士号か修士号を保持していなければ、進学学士課程には進めないからである。また、キリスト教の長老派である、スコットランド国教会で牧師を目指すには、スコットランド国教会から分裂した、スコットランド自由教会の牧師候補のように、 神学校に行くことは必須ではなく、特に教科の指定はないが、学士号、あるいは修士号保持者であることが必須条件であり、進学部には、他大学よりも多くの牧師候補者が在籍している。牧師候補者は、進学学士号、または、博士号の取得が要求される。会の進学修士号保持者にも、同じ要件が求められ、進学学士号あるいは博士号のどちらかを、 取得しなくてはならない。このように、セントアンドルーズ大学進学部は、牧師育成機関という側面を持ち合わせている。それぞれの学年によって、トレンチハットにつける房の色が違うが1892年に、初めて女性が大学に入学を許可された際に生徒が反対するためのデモとして、彼らの覚悟を海に投げ捨てたという伝統にのっとって、現在も、 男子生徒は格望をかぶらない。2月の最後の金曜日に1528年2月19日に、プロテスタント発の殉教者、パトリック・ハミルトンとカトリックの殉教者。パトリック・ハミルトンは信じる者の,のために戦った、勇敢な人物として語り継がれることが多いが、実際ハミルトンは、イギリス王家の親戚であり、自分が殺されるとはろにも思っていなかったという説を、 大学のオルガン奏者、ウィリアム・スティーブン博士は支持している。セント・アンドルーズ大学には1794年に設立された世界で一番古い学生のディベーティング・ソサエティがある。その活動は1645年から1646年までスコットランド議会があったパーラメントホールで毎週行われている。以前ディベーティング・ソサエティには 学生の集まりのシンボルであるメースを所持していたが、泥酔した学生が北海に投げ捨ててしまったため、現在ディベーティングソサエティ専用のメースは存在せず、新しいメースを昔の写真を元に作るべきか、ということがディベートのテーマになったことがあるが、反対多数により、新しいメースは作らないと決められた。慣例として、ディベートの最中はウイスキーしか飲んではいけないということになっており、 後半戦はディベートのゲストたちが全員で推してしまって、テーマとは全く関係ないことを話し始めてしまうというのも珍しいことではない。また、ディベーティングソサイティの部長、副部長は専用のガウンの着用を許可されており、部長、副部長がそのポジションにいる限り、一般学生が着用するガウンは着用しない。これは、学部生、院生を問わず、 必ず適用される権利である。ジョン・ノックス、ありがとうございます。